これアッコさん、和田アキ子さんに関する話なんですね。はい。アッコさんもうね、もう本当にこう長い方ですから、いろんな顔をお持ちで、まあバラエティの司会やられたりとか。うん、ただアッコさん常々言われるのが、やっぱりこう歌手和田アキ子っていうのを一番大事にしたいっていうふうに言うんですね。うん、はい。ただ本当に歌のお仕事の時が一番緊張されるらしいんですよ。じゃもうマジやからね。紅白歌合戦だったりとか、うん、まあコンサート、ディナーショーっていうと本当ナーバスになってしまって、うん、手がブルブルブルって震えてしまうっていう。だからやっぱりね、最高のパフォーマンスしてほしいんで、うん、周りのこうスタッフもですね、もう万全のこうケアでこうね、頑張ってくださいってやるわけですよ。うん、でその歌の例えばコンサートなんかの前に、うん、絶対にこう準備しなくてはいけないものがいくつかあるんですよ。うん、まあ水とか喉飴はもちろんですけども、うん、であと絶対大事なのが、うん、ユンケル栄養ドリンクなんですよ。うん、でこれも僕知らなかったんですけど、すごい一番高い高価なやつ、何千円もするやつあるらしいです。だから霧の箱に入ってる。もう一本何千円。一本何千円。それを用意するっていう。うんうん、で最近コンサート作家が変わってしまって、そんな知らなかったんですね。うん、でコンサート前にですね、うん、栄養ドリンク、あ、何ですか。ああそうか、お前最近変わったんやもんな。私実はな、一番高いこの栄養ドリンク必要ないや。買ってきて。あ、わかりました。あとな、これ薬局で買うと錠剤もらえるんだよ、サービスで。うん、それが私飲むと元気になれて、もう何年も飲んでるけどもう頑張れんねん、これ絶対持ってきてって念を押されたんです。うん、とりあえず言われた通り、うん、薬局走ったんですよ。はい、すみません、高いやつください。あ、はい、わかりました。本当売ってるんだ。あとこれ買ったらサービスで錠剤もらえるって聞いたんですけど、うん、ああ兄ちゃんよく知ってんね、うん、くれたんです。はい、ああそうなるんだ、うん、やっぱ気になったんですよ、錠剤何か。うん、これ何ですかって聞いたら、うん、男性が勃起する薬だって。ゾッとしますね、ゾッとしますね、ゾッとしますね。声も通るんや。はぁとかいうやつがやっぱ通りがいい。あの頃が戻ってくるんですよ。元々ないでしょ、あの頃。レンタルビデオ屋さんがあるんですけど、そのいわゆる大型のレンタルビデオ屋さんじゃなくて、ちょっと地域密着型の、ね、こじんまりした、うん、その店の7割ぐらいがもうアダルトコーナーみたいなのがあるじゃないですか。あるあるある。で僕そこによく通ってたんです。うん、でその日も普通にそのビデオに行って、でまあいろいろ物色してたら、はい、奥から許せねえよみたいな怒鳴り声が聞こえるんですよ。うん、え、何と思ったら、うん、店員さんが2人で喋ってるんですよ。うん、で話聞いてたら、どうやら DVD が何本かもう万引きされた、うん、それに対して店員さんが怒ってるんですよ。うん、どれが盗まれたんだよって言ったら、これとこれとこれですって言ったら、それうちの主力ばっかりじゃねえかよっていう、もうそのもうなんかよく出るの、まあ、主力って言ってるらしいんですけど、でそれでだいぶ怒ってるんですけど、まあ、でも一人はまあまあもうしょうがないと、うん、盗まれたもんもしょうがないから諦めようって言ってるんですけど、うん、もう一人がやっぱ全然納得いかないよって、いや許せないです、俺ね真剣にアダルトビデオを借りに来るお客さんに面目立たないですって言うんですよ。うん、まあ熱いなと思って、でもその時僕がパッと手元見たら借りてたビデオが、うん、その1枚こう今まで借りたことないのを借りるっていうこの粋なスタイルじゃなくて、5枚ぐらいもう借りたことあるやつ、知ってる女優さんの違うタイトルみたいな、だいぶ保険かけたすごいストイックじゃない借り方してたんですよ。お気に入ってた。だいぶもう失敗してももうこれあるしみたいな感じで、もうそれを見て、その熱いの見て、真面目で俺全然不真面目、ストイックじゃない自分、なんでちっぽけなんだと思ったら、ゾッとしました。何の話やの、何の話やの。ゾッとする話苦手やん。全然できてない。これほんまに最近10日ぐらい前にあった話なんですよ。女の子の友達から電話かかってきて、はい、ちょっと相談乗ってほしいことがあるねんって言われたんですよね。はい、でどうしたんって聞いたら、その女の子が住んでる家がすごい霊的現象があるらしいんですよ。ほんで僕に言われても、でも僕別に霊感がめちゃめちゃ強いわけでも、ましてその除霊ができるわけでもないから、しゃあないでって言ったんですけど、でもとりあえず心配やから見に来てほしいって言われたんですよ。まあまあええか思って行くぐらいだったらええやと思って行ったんですよね。そしたらもう行って数分ぐらい経ったら、もう部屋中でこういうっていうラップ音が鳴るんですよ。ほんで、ああ確かにすごいなって言ってて、ほな今度は
ギーギーガタンっていうクローゼットが開いたり閉まったりする音が聞こえるんですよね、うん、ほんで確かに気持ち悪いなって言って盛り地をしてるって聞いたら、うん、いや一応してんねんけどやり方が合ってるか分からへんから見てって言われて、まあ、僕も正直分からないんですけど一応行ったんですよ。で玄関にしてたんで見に行ったら玄関で一つ二つ置いてたんですよね、うん、いやこれ多分割ってると思うねんけどなって僕はつぶやいたんですよ。そしたら女の友達こっちにいたんですけど逆隣からそう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 っていう女の子が来た。ほんで怖っ何ほんで何だそれ気持ち悪いなって言って部屋入ったんですよまた。ほんでしばらくしてもう夜やったんで2時半ぐらいになった時に今度ガガ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 っていう何か引きずろって聞こえたんですよね。でなんか聞いてたらだから椅子を引きずってるような音なんですよ。ガガガガガガっていう。でその部屋の中に響いてるんですよ、はい、でも別に誰かが引きずってるわけでもないし、はい、何これ気持ち悪いなって言ったらその音が止まったんですよ、はい、でそこから数分したら今度プタンっていう椅子が倒れる音が聞こえたんです。イラッとしてるやん。椅子が今度バタン倒れる音が倒れたんですよ。えって言って何なんこれって言ったら、うんほんま、ほぼ毎日のように2時半からその3時ぐらいの間が音が聞こえるらしいんですよ、うん、何これって言ってて、でもこっからは推測やけど、うん、あのもしかしたらこの部屋で誰か自殺してるんじゃないかと思ったんですよね、うん、うわ首を吊る時にうわあのなんかこう椅子を持ってきてほんで最後吊った後にその時再現されてるわね足が立ってバターンで倒れる音じゃないかって思って推測でそれを話した瞬間に、うん今度女の人がはーいって言ってちょっと誰かが答えたんですよ。おで、まあ、その日はそれであとはもうラッポンぐらいで終わって帰ったんですよね。これ2、3日後ぐらいにまた電話かかってきて2日後かなかかってきて国沢帰ってからひどなったって言うんですよ音が、うん、多分もう僕に来てほしくない嫌がってるんかなと思ったんですよね。でもちょっと見に来てくれってまた言われたし前は思って行ったんですよ。でその子の最寄り駅に行ってその子と待ち合わせして家まで向かってたんですよ、うん、でこう女の子とこっち喋っててしばらく喋ってるとなんか視線感じるから右下見たんですよ、うん、そしたら首がぐにょって曲がった女の人が顔中あざだらけでこうやって見上げてるんですよ。うわでもしかしたらそれがその部屋に住んでる霊じゃないかっていう女の子に多分ついてきてるかなんか でまだその子はその部屋に住んでるからまだ続いてるかもしれないっていうお話なんです。マジで？そうマジなの。それでも言ってあげないと解決しない。そうや一方やん。ちょっとカメラ持って。あマジで？うわうわ怖い。怖いですよ。わかんよ。ちょっと一回でもなんか回してきますじゃあ。いやいやいや。来るかはほんまわかんないですよ。いやいや声とか乗るってどういうこと？そうそうそう。声とか入るから。あますか。取れたらまた出れますでしょ。半年ぐらい前ですかね、はい、六本木の SM バーっていうのがあって、はい、そこにみんなでちょっと面白いから行ってみようかなって、はい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 、ほんならもうそこはもう本当テーブルがいっぱいあるんですけど、はいはい、そこにはもう女王様が横に座ってくれたり、はい、で M 女の子がなんかお酒をこう持ってきてくれたりするんですよ。こんな世界もあんねやと思って、はい、ほんならそこの横についた女王様があのあそこに座ってる人はもうここだけの話絶対言っちゃいけないぐらいの大企業のすごい偉い、はい、もう人なんで、でパッと見たら普通に眼鏡かけた綺麗な格好したスーツ着てバシッとしてるんですよ、はい、でもその人じーっと観察してたら、はい、こう水割りをちょこちょこっと飲んだと思ったら、はいパンツ急にパッと女王様にパパーンってしばかれたらまたパッとってまた何もなかったよこれを朝まで4回繰り返したその店その状況に誰も何一つ笑ってないこの状況にゾッとしましたけどオーバーって入ってましたけどねパパーンしばかれてまた今私北海道に住んでるんで、はい、こういった東京とかでお仕事をもらえるときって大体ホテルとか用意してもらえるんですけど、はい、数年前に次の日朝早いロケがあるっていうことで前乗りで東京にやってきたんですよ、はい、で、まあ、次の日早いんで、まあ、遅い便でこっちにやってきて、うんまあ、その辺でご飯を食べてあとはシャワー浴びて寝るだけっていう状態で、はいまあ、布団に入ったんですよね、うん、そしたら横の部屋バタンって人が帰ってくる音が聞こえたんですよ、はい、でそれがまあ2人組、はい喋り声が聞こえるんですよね、
そしてまあその喋り声がうるさいんですよ、うん、寝れないなこれ、いやーうるさい、本当にうるさいと思ったら喋り声がイチャイチャ声に変わったんですよ、うんうん、えと思って、うん、まあ、そのまま発展しまして、うん、エッチ声になったんですよ、うん、もう勘弁してくれよ、うん、まあそのエッチ30分ぐらいで終わったんですけど、うん、まあ、時計を見たら夜中3時、うん、であと2時間ぐらいまあ眠れるかと思って、うん、頑張ってまた布団に入って寝ようと思ったら、うん、またペチャペチャ話し出したんですよ、うん、そしたらまたエッチな声に変わったんですよ、うん、私も本当にこれ絶対そう起きれないな、目覚ましで起きる自信もないと思って、うん、あそうだ相方に起こしてもらおうと思って相方に電話をしたんですよ、うん、種うまま種うまま、うん、そしたら横の壁からプルル着信音聞こえあれマジかよ、怖い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 、よしもしもし怖い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 。あのこれは私の茨城時代の話なんですけれども、うん、当時付き合ってた彼とは私の実家で半同棲みたいな感じで暮らしてたんですけれども、はい、まあ、なんかすごい入り浸っちゃって、その彼っていうのがちょっと悪くって、そんでまた酒癖がすんごく悪い人だったんですね。で断るごとにこう家の中で暴れたりとか私に暴力を振るうこともあったので、で私もやっぱりそういう人と付き合ってたんでやんちゃだったというか、結構腕っぷしにも自信があったので、もういつか示しをつけてやっぺと、このままでは絶対ダメだと思って、こう様子をこういつかの機会をですね伺ってたんですけれども、やっぱりこう酔っ払って帰ってきた時に、今日はこの日だと思って、あのちょっと河原に出ろおめっつって、あの決闘申し込んだんですよ。彼氏が、はい、決闘ですか。決闘です。いつかはやってやってと思ってたんで、この日がやっと来たと思って、まあ行ったんですけれども、やっぱり彼はあの強いんですよね、はい、全然かなわなくてですね、うん、もう気がついたらば馬乗りにされて、頭つかまれて、ガンガンにですね、あのコンクリートに頭を打ち付けられちゃったんですよ。で私もあこのままじゃあ本当に死んじゃうなと思って、うん、もうパッと思いついたので、はい、こてっとですね、こう死んだふりをしたんですもん、その場で、うん、そしたら、うん、彼もちょっと焦ったのか、ちょっとこう足早にあのそこを去っていく様子がこう伺えたわけですね。私は死んだふりしてるのは見えなかったんですけども、もしかしたらでも助けにを呼んでくれるのかなみたいなちょっと期待があったんですけれども、もうその時はちょっとこう死んだふりを続けてたんですけれども、10分ぐらい経ってからですかね、足音がこう近づくのが聞こえたので、あもしかして助けを呼んできてくれたのかなみたいな、やっぱり優しい彼だと思ってこう目をうっすら上げたらば、彼のですね右手にあの工事現場で使うようなスコップを持って戻ってきたんです。これ私も川に埋められるのかなと思って、もう慌てて起き上がって逃げて家に駆け込んで、もうそれっきりちょっと音信不通。でもやっぱりその彼の口癖っていうのが、なんかおめえはクソ漏らすまで人にぶだれたことあんなことないなんか口癖でよく言われてたので、枯れるまで、はい、なんかなのでもしかしたら彼自体もそういうことをされるような生き方をしてきたのかなっていうのが、ほっといたらそのまま埋められちゃうってことですよね。すごい気合いが入ってる彼だったんですよ。もうどうぞどうぞ。あの冠番組をやらせていただいてまして、うん、それがあの狩野英孝の死ぬかもしれないっていう、はい、あの心霊スポットに実際に行って怖い体験をするっていう番組なんですけど、危ないねそれは。もう使われなくなったトンネルに行ってきたんですよ、うん、万が一会った時のために怖いんで、あの一応霊媒師の先生を実際につけて収録始まったんですけど、1時間半ぐらい、ロケして、あの全然幽霊出てこないんですね、うん、ずっとこっちも幽霊出るな出るな出るなって最初は行くんですけど、もう途中から幽霊出ろ幽霊出ろ幽霊出ろっていう気持ちのテンションで行くと、だん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 足取りが重くなってきた。よっしゃ先生足取り重くなったです、
って言ったら、って言うたんやな、重くなったですって言うたんや、はい、うん、先生足取り重くなったですって言ったら、先生そこはちょっと坂道だからしょうがないよねみたいなことでちょっとかわされながら、結局シャープ1に何も起こらず、スタッフ全員集合っつって第2回どうするって話になって、もうこれはなんかこう霊感の強いアイドルを隣に置いて、そういう人と一緒にロケ行きましょうってことで、シャープ2はもう有名な墓地にアイドルつけてロケしたら、すぐその子に霊が取り付いて、泣くわ、高笑いするわ、暴れるわで、その現場大パニックになって、止めろ止めろ止めろって、もうアイドルの子止めても力が強いんですよ、霊の力が強いんですよ。これはすごい絵が撮れた、番組的にすっげえ盛り上がった。でこの前オンエア見たんですけど、ほとんど僕映ってなかったんですよ、実はきっとすおめえはクソが出るほど殴られたことどうなんだ、クソが出るほど受けたことあんのか私1年前ぐらいに関西のテレビ局のディレクターの方に口説かれたんですよ。はい、で、その方が、結構最初から上から来る方で、俺春菜さんありなんですけどみたいな感じで、すごいグイグイ来たんですよ。で楽屋にこうガチャッと入ってきて、はるかがメイク行ってていなかったんですけど、打ち合わせいいですかみたいな、いや今ちょっとはるかメイク行ってるんですけど、2人じゃなくていいですかっつったら、じゃあちょうどいいやっつって携帯バッて出して、連絡先教えてもらいますみたいな、で、本当なんですかみたいな、そしたら、嫌ですかみたいな感じで言われて、いや嫌じゃないですけど、こういうの初めてなんでちょっとびっくりしましたみたいな、でもやっぱ仕事関係の方なんで、その断るわけにもいかず連絡先を交換したんですよ。そしたら私がその関西で仕事ある時に、その人がその現場に一緒にいるのにそこで話しかけないで、メールで今日東京戻りですかとか、結構こうしつこかったんですよ、すっごいグイグイ来る方で、ちょっと私もちょっと悩んでしまって、友近さんにこういう人がいるんですって言ったら、わその人妻子持ちやでって言われて、私危うく体目当ての都合のいい女になるとこだったんですよもうゾッとしておめえもクソが出るとこになるあの僕が最近一番じゃあゾッとした話をさせてもらっていいですか。はい、一本グランプリっていう番組をですね、僕やらせていただいてまして、まあ今をときめく中堅芸人さんたちの大喜利バトル番組ですよ。はい、まあこれなかなかやっぱ皆さんすごくてね。で最近まだあったんですけど。はい、そこで決勝に上がっていったのが、はい、これネプチューンのホリケンさん、はいはいはい、とね、で片や名前はちょっと変わったんですけど、はいはい、桂サンド、はいはい、世界の鍋屋さん、はい、2人が決勝ってなった時点で顔が変な感じになって。なんか顔面がちょっとこんな白かったかなっていう2人が、その2人が決勝をやるんですけど、何もおもろくないんですよ。そんなことないでしょ。そんなことないですよ。いつまでたっても全然一本が出ないで、これオンエアもしましたけど、まあオンエアはね、はい、編集でまあどうなったかっていうのはまああるんですけど、はい、本番はもう延々一本が出ないんですよとにかく出演者スタッフ僕お客さん早く帰りたいどえらいことになった。あれほどゾッとしたことは最近なかった。
あのゲストのタレントさんもいたんですけど、はい、全員顔死んでましたから全員ほうれい線半端疲れた疲れましたねあローラが舌出さなかったです、はい、ローラが舌巻いたNSC というあのまあ養成所あるんですけど13期生からは NGK スタジオという、はい、まあ、謎の本来ならなんか稽古するような、うん、ような場所で、うん、そこでライブをやってたんですよ、うん、自分らでチケットを手売りしてで、まあ、そうこうしてると僕のファンになってくれた方がいらっしゃったんです、はいはい、でその子がまあ差し入れでよく、まあ、手焼きのクッキーであったりとかっていうのが結構あったんですけどその日はあのお弁当を作って来てくれたんですね、うん、じゃあ後でいただきますって言ったんですけどいや料理の味がすごい私はほんまにうまいかどうかわからんし自信ないんで今ここでちょっと試食してみてくださいって言われたんですよ、うん、なかなかこのお弁当をこの場で試食っていうのも目の前でねその中でもまあ安全圏であるウインナー言うても袋から出して多分フライパンで焼いただけやろというような感じのウインナーを食べてまあ普通にうまかったんで美味しいよありがとう後でいただくわ言うてスタジオの控室の方に戻ったんですよ、はい、少し時間あったんでお弁当をちょっと見てみようかなと思って食べられたらまあ普通の海苔弁で卵ウインナーミートボールみたいなのあったんですけど妙に海苔が気になるんでその海苔がバーッと張ってるとこをビラッとめくったらめっちゃ陰毛があったんですよ、うんもうむっちゃ陰謀があったんですよもう、もう嫌やもう嫌やその話いや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 変えて落ち変えて変えてお弁当タッパー めくって、うん、でまあ卵とウインナーとミートボールと、うん、でまあ海苔弁やったんででもなんかこの海苔が妙に気になるなと思って海苔、うん、バッとめくったんですよ、うん、そしたらおかかで、うん、ファイトって書いてあったそれがええわそっちの方がええわそっちの方がええ海苔塞ぐ必要あるいやもうそっちの方がええわうちのお母さんが、はい、あの台湾の方で、はいはいはい、あのよく小さい頃から、はい、台湾に旅行に頻繁に行ってたんですよ、はい、でその台湾に行ったら親戚も結構いるんで、はい、その親戚の方の家に泊めてもらうことが多くて、はい、でその時泊まったのがうちのお母さんの妹さんの家に泊まらせてもらって、はい、その家がマンションの5階の屋上の家なんですよ、はい、でその4階にとか2階とかに結構親戚の方が住んでて、はい、みんな近場に住んでるんですけど、はいはい毎晩のようにみんな宴会をやってたんですよ、はい、でその4階のお姉さんお母さんのお姉さんの家でよくみんなで宴会をしてたんですけど、うん、その日も遅くまで宴会をしててでその妹さんがもう私も明日仕事早いからもう先帰るわって言ってそのまま5階の部屋に帰ってったんですけど、うん、その1時間後ぐらいにみんなでもう宴会もそろそろ終わりにしようかって言ってもうみんなでそれぞれの家に帰ってったんですよで、うちのお母さんと一緒に2人でその4階から5階の家に帰ってったんですけどあその台湾の玄関って二重になってて、はい、木の扉とその外に鉄の扉があるんですよ、はい、で、パッて鍵開けたら開かなくて、はい、その鉄の扉が、はい、で、中からチェーンがかかってたんですよ、はい、何してんだろう何回もトン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 10分ぐらいやっても起きなくてで、やっと中の木の扉が開いたんですよで、よく見たらその妹さんがなんか下着に口と手と足をなんかストッキングで縛られた状態で立ってたんですよ。えってなってでそのおばさんもなんか一生懸命そのチェーンを自分でこうやって開けて扉開けたらもうなんか震えててその妹さんが泥棒がいると泥棒が入ってきて今こんな状態だってだから早く警察呼んだ方がいいって言って電気つけてバッて見たら部屋中荒らされててで包丁とかも落ちてるんですよで警察に電話しようと思ったらもう回線とかも全部切られてたんですよでお母さんがもう急いで親戚の人呼んできてって言って私急いでそのマンション降りてその親戚の家にこうって助け呼びに行こうと思ってバーッと走ったらそのおじさんが立ってて私がすごいテンパってるからおじさんが
どうしたのみたいな、でこうこうこうでって言いたかったんですけど、その台湾語が喋れないので全然通じなかったんですよ、そのおじさんに。でおじさんもなんかええみたいな、何を言ってるの君はってなって、でちょっとよくわかんないからごめん、ちょっとどうすることもできないわっておじさんがバーっていなくなったんですよ。わもうどうしようと思って、もうとにかく親戚の家行こうと思って親戚の家行って、みんなを連れてその5階に連れてったんですよ。でなんかみんなでその何か盗まれてないかとかいろいろチェックしてる時に、お母さんがその妹さんに、その人はどんな人だったのって聞いたら、その小太りで青いチェックのポロシャツを着てたと、うんうん、それが犯人なんだよねって話してたら、私そこでわっと思って、さっき話してたおじさんが全くそれだったんですよ、小太りで青いポロシャツを着たおじさんだったんですよ。だから変にそこで私がその台湾語とか喋れてて話してたら、もしかしたら殺されてたかもしれない。ほんまやー。っていう話。はあ。危な。もうビヨンセも何もかもなかったんです。ビヨンセなかったですね。ビヨンセは終わりじゃないけどな。ビヨンセ自体はいますけど。はあ。喋れてたらアウトやったね。危なかったですね。多分顔も見てるんで、その場で多分バッてやられてたかもしれない。めっちゃ怖かったですね。めっちゃ怖いな。僕二十歳の時なんで、もう18年ぐらい前にアルバイトをしてたんですけど、その、まあ、下北沢のお店に松本さんと、木村さんがいらっしゃったんですよ。はい。はい。それで僕当時巨人賞の弟子やってたんで、なんかこの先輩に認められるとか気に入られたいっていう方法は、もうおしぼりをうまく絞るとか、そのいい返事をするとか、そういう風な手段しか僕知らなかったんで、松本さんと木村さん来た時に認めてどうしても欲しくて、いいハンバーグの焼き方しようとすごい頑張って、はい、うん、もう結構お客さんいたんですけど、とにかく松本さんと木村さんのやつに全精力込めて、はい、本当そのコーンの量もちょっと増量してみたりとか焼き加減もすごい気使ってっていうお店なんですけど、はい、覚えてる、一旦は覚えてる、はい、それもうとにかくもう松本さんと木村さんのやつにかかりっきりでやってたんですよ、はいはい、それでもう松本さんと木村さんにお出しして、はい、顔見たら結構満足げに食べてらっしゃってて、うん、よかった、これで結構俺もまた認めてもらえるかなとか、はい、今思ってたら、もう一つの方も同時進行で進めてたんですけど、ボロボロのもう黒焦げみたいな、もうハンバーグも割れちゃってゴミみたいなハンバーグになっちゃって、でもそれも、まあ、もう店長に怒られるんで、デミグラスソースかけてもうなんとかごまかして出したんですよ。その出したお客さんが大山信代さんだったんですよ。大山のおじさんがまた常連だって話で、もう店長にチクられるんじゃないかと思ってゾクッとしましたね。怖いね。大山のおじさんには気づけへんかったけど、覚えてる、キムと行ったわ。はい、へえ、あ、そうですか。うん、あれはじゃあ普通のレギュラーサイズじゃなかったんや。はい、この値段でこのボリューム、変わってるやん、届いてるやん、よかったです、願い届いてるやん。今度普通に行ってみよう。本物が分かりますけど、本物のぐらいのサイズか、焼き加減とか。でも大山信代さんもなんかでも美味しそうに、そんな米みたいなハンバーグ。非常に僕はそのゲイの方から声をかけられるっていうんですか、すごくモテるんですね、自分っていうのもあれなんですけど、うん、でおとついも、はい、クリスさんと廊下ですれ違った時に「おだます」って挨拶して「遠藤君」って呼び止められて「何ですか?」って言ったら、「私本当に遠藤さんのことが大好きなの、うん、本当にどうかしたいぐらい」ってまあ言われたりとか。おいね、はっきり言われてる、はっきり言われてる。まあ僕も何が笑いで全部言われたやんか。もうほぼもうそこに全て集約されるようなことをポンと言われたり。でもそれも慣れっこなんで、はいはいはい、で違う曲で、うん、マツコ・デラックスと会えば、本当に私の家に
来ない、そのまあ冗談っぽくじゃなくて、まあ結構本気のトーンで、あ来るなみたいな、でもあまあまあまあはいみたいな感じで、まあごまかしてるんですけど、である日突然、まあまあそのいろいろもあったんですけども、あの本当にゾッとする日がありまして、収録が終わりまして楽屋に戻ってきて、まあいつものように携帯電話のパッとチェックして、着信をチェックしたら、そこにピーコピーコおすぎピーコピーターって入ってたんですよ。すごいやん、来てるやんか、サイバー攻撃みたいな。本当にそっち行こうかなって思うぐらいもうゾッとします。これは本当にゾッとするようになります。本当にこれはごめんなさい、もう一応聞いておくんですけど、クリスは遠藤どうしたい、どうしたい、ぶっちゃけ全然僕ら分かんない。いや私はだからきっかけを言って、あとはもう遠藤さん料理していただきたいっていうだけで、あのいや私はだから自分からはいけない、グイグイすいません、僕料理しませんよ。あのね、ほんの半年ぐらい前なんですけど、はいはい、やっぱり人は興奮したらあかんなっていうか、はい、冷静じゃないとやっぱあかんねえなって思った、はい、ゾッとする話なんですけど、はい、たまたま新宿あたりかな、俺車乗って夜に走ってたんですよ、はい、で信号待ちでちょっと止まったら、サラリーマンのおっさんが、はい、多分ね上司は俺と同じぐらいやわ、はい、年齢的には、はい、それでねちょうど同期ぐらいの女の人がいるんですよ、はい、でこの上司がねめっちゃ怒ってるんですよ、はい、でその後輩がおんのよ、この後輩が若いんやけど、はい、ちょっととんがり気味の後輩なんでしょうね、はいはい、それでもうその上司がもうねもう興奮してもうてもうプルプル震えてて、はい、お前さみたいな、はい、それでその OL がもうやめなよもうやめだって、はい、ってなってるんだよ、はい、でその若いやつはなんかちょっとね、はい、なんかちょっとこんな感じなんですよ、はい、もうね喋れないんですよ、はい、もう興奮してて、はい、お前さってじゃあ俺と戦えよ会社と戦えよ世の中と戦ってみろよって言ってターが多すぎるんですよ。もっと見たかったんですけど信号があったから、信号があったからいかなちゃうの、戦えよ戦えよ。あれはちょっとねやっぱ冷静にならないとね人間ダメだなって。いや結構あるんですね、結構多いな。はい、僕先ほども言ったんですけど、はい、お父さんがブラジル人で、うん、お母さん日本人で、うん、普通に大阪育ちなんで、はい、心は全くの日本人で、はい、向こうの言葉は全く喋れないんですけど、行ったことは2回ぐらいだけあるんですけど、それじゃ喋られへんもんね、はい、でもやっぱこの見た目なんで勘違いされたりするんですよね、うん、この間も友達と5人で居酒屋に行ったんですけど、うん、突き出しが僕だけポップコーンで周りは切り干し大根なの。おちょぐられてるな。しかも別にポップコーンじゃないもんね。じゃないんでブラジルなんで。じゃないもんね。アメリカやもんね。もう普通でいいんですし、銀行に普通に通帳を作りに行くだけで、上野幸男でこの顔で最終的に支店長まで出てきて怪しまれて、通帳を作るだけやっていう。そうか。はい。でこの見た目なんで期待されることもあって、中学校の時も。一回も喧嘩したことないんですけど自動的に番長になってたんです。強いもん強いもん。ちょっと格闘技の国みたいなところもあるから、とんでもないやつがおるっていう。でその大阪の吹田で沈まぬ太陽っていうあだ名を長めやな、はい、でそんなんがあったいろいろあるんですけど、僕ゾッとした話が小学校3年の時に、うん、やっぱ父親がブラジル人ってことで、はい、無理やりサッカー部に入れられたんですよ、はい、で僕そういうのがもう嫌で週に1回ぐらいしか練習に行かなかったんですよ、はい、期待もでかいもんね。そうです。それでリフティングとかも本当に7回とかしかできなくてもう嫌で仕方なかったんですよ。たまたま行ったら試合があったんですよね、うん、で部員が少なくて、で監督がお前も出ろって、はい、で僕めちゃめちゃ下手なんでどうしようと思っていざ試合が始まったんですよね、うん、
でも頑張らなあかんと思って、うん、でも絶対やばい、どうしよう、あかん、どうしようと思ってパッて前見たら、うん、もうマーク3人ついてたんですよ。顔だけでうまいと思われて、ね、それはあいつマークせえよってなるよ、はい、もうゾッとしました。ゾッとすんな、はい、するね。ですよ、もういろいろありまして、見た目で判断したらあかんな。新宿のバッティングセンター行ってバットを構えてたら後ろ気になるなと思って見たら、野球少年がフェンス越しで僕のこと見てたりとか。めっちゃ打ちそうやもん。もう助っ人顔やもん。助っ人顔やもん。助っ人顔やもん。ちょっと部屋を借りるときに気をつけなあかんなと思った話を聞いたんですけれども、うん、ちょっと女性の知り合いが九州からちょっと大学のために上京したらしいんですよ、うん、女の子なんですけれども、うん、まあ、その子が、まあ、マンション一室借りたんですけれども、ちょっと近隣に挨拶行こうと思って、その、まあ、洗濯粉を買うて、その同じフロアの人に挨拶行ったらしいんですよ、うん、どうやら左隣は誰も住んでなかったらしいんですよね、うん、で、まあ、自分が住んでて、右隣に挨拶行ったら、まあ、ひげ面のちょっと不愛想な男の人が住んでたんですよ、うん、ですいません、今日どこどこから引っ越してきて今日から住むんでよろしくお願いしますって言っても、目も合わせてくれへんし、あ、はいはいはいって、その洗濯粉パッと取ってドーンってドア閉めるぐらい、挨拶もちゃんとできへんぐらい不愛想な人が住んでたから、あ、これ気をつけなあかんなと。なんかテレビのボリュームが落ちすぎてとかで近隣トラブルになったらなんか大変そうやから、ちょっと気をつけようと思って住んでたんですよ。で、住み始めて気づいたんですけれども、めちゃめちゃ壁が薄かったらしいんですよね、うん、もうなんかこうテレビ見てても普通に女の人の声とかが聞こえるんですよ、うん、ほんで会話声聞こえたり笑い声聞こえてて、隣の人から聞こえるなと思って、もしかしたらそのひげ面の不愛想の人が、まあ、彼女と同棲してんだろうなと思ったんですよ、うん、で、まあ、しばらくしてても、まあ、1ヶ月2ヶ月住んでもずっとその女の人の声とか聞こえてて、ほんで1回テレビ見てたらうるさいなと思ってまた聞こえてたんですけど、テレビ見てたら急に女の人がギャーっていう悲鳴を出たんですよね、うん、ほんでえっと思ったら、そっからシーンってこう女の人の声も止まったんですよ、うん、その瞬間にあれと、もしかしたらそのひげ面の男の人が彼女と揉めてなんか刺したとかそんなんで、もう急に殺してしまったんじゃないかなと思ってたら、自分家のドアの玄関のドアが急にこうやっておいおいおいっていう男の人の声が聞こえたんですよね。ほんで何と思って恐る恐る覗き穴の見たら、その隣のひげ面の男の人がずっとおいおいおいって言ってボックス、でもしかしたらこれ自分も殺されるんちゃうかなと思って、慌てて携帯電話取りに行ったんですよ。で警察に電話しようと思って、でその瞬間に台所の上にちょっと小窓があるんですけど、そこがガラガラガラって開いてるんですよ。ほんでひげ面の男の人がずーっと見てて、うわどうしようと思ったら、その人が、あ、よかった、悲鳴が聞こえたんで助けに来たんですって言ったんですよ。だからずっと隣から聞こえてる悲鳴やと思ったんですよ、女の人の会話やと思ったんですけど、どうやら自分の部屋の中からずっと聞こえたらしいんですよ。で隣にはその女の人がいないんですよ。で横は当然空いてるんで、自分の部屋からずっと聞こえてた誰かがもう一人おったんですよ。はい、じゃあその女性、見えない女性と生活してたんや。ずっとそうなんですよ。一人暮らしじゃなかったっていうっていうことやな、ね。はあ、そのヒゲ面の人はいい人やったっていうか、まあ、まあ、普通に助けに来た人です、はい、でそこに入る前になんかそこでもしかしたら事件が亡くなられたとか、はい、っていう人がそのままいたんや。いたかもしれないっていう。へえ、ゾッとしますねこれは。はい、これ6年ぐらい前の話なんですけど、僕ちょっととある舞台に出させてもらってて、でその舞台が入り時間がお昼の12時やったんですよ。で2回公演で、はい、でその日はちょっと早めに目が覚めて、まあちょっと早いけどええかと思ってその劇場に行ったのが10時半ぐらいやったんですね。で10時半に行って、で地下2階ぐらいに楽屋があるとこやったんですけど、こう降りていって、ほな電気もついてなくて、まだスタッフも誰も来てない状態で、なんか怖かったんですよ。なんか変な感じすんなぁ思って、で自分で電気つけて、で楽屋広い大部屋やったんですけど、そこにも電気つけて、もなんかポツンといんのも怖かったんですよ。だからなんか怖いなぁと思ってて、でちょっとおしっこしたなったし、おしっこ行こう思っておしっこ行ったんですね。で
おしっこのそのトイレも薄暗く電気ついてるんですよ。でおしっこしてたら大便の方からあたって聞こえたんですよ。あたみたいな、誰と思って。でその時のとある舞台で三又又三さんが座長の大井龍馬っていうのに出させてもらってたんですけど、そのあたって言うた声がもう三又さんおいちょびっくりするやん、三又さんいたんですか、早いですねって言ったら、そうなんだよって、いやもうちょっと待ってくれよみたいな言ってるんですよ。えどうしたんですかって言って、ほんなら、いやさ今さお尻を拭いたんだよって、拭いたらさ指が3本入っちゃってさ、自分が嫌になるよって言ったんですよ。どうして入るの、僕ゾッとしてもらって何も知らんしびっくりするやん。松本さんもそれは一緒におられた話なんですけども、はい、まあ、心霊スポットをね、はい、ロケでよく行ったりするんですけど、ガキでもう10年以上前なんですけど、なんかね、トンネル、あれはほんまに怖かった、はい、本当にあのなんかいろんなランクがあるらしくて、はい、でもその中でももう S 級の本当に行ってはいけないというところに、はい、まあロケで行った時に、まあ本当にあのトンネルの中にずっとみんな入っていったんですけど、まあもちろんまあベタにカメラが壊れたりとか、うん、音声がおかしくなったりとかっていう話になって、本当に普通にあったんですか、ありましたよね、ほい、うん、でまああのもう戻ろうってバッと戻ってきて、で霊媒師の方もおられたんですけども、一応そこで除霊しますっていう話になったんですけど、でまあ松本さんも除霊されて、でまあ松本さんもまあ一体ちょっとついてました、でももう取ったんで大丈夫です、うん、遠藤君も大丈夫です、浜田さんも1体ついてました、山崎さんも、まあ、1体ちょっとついてましたけども大丈夫です、田中なんですけども、その霊媒師さんが30体ついてますめっちゃついてる、霊をひーふーみーみたいな感じで数え出したんです、一人一人数えてる場合やないはい、もうこうもう2個1でこう霊を数え出すと25、30何体ついてるってなって、中ももう顔面真っ青になって、でもその日だけではもう除霊できないってなって、田中の除霊終わるまでに約1ヶ月以上かかります。これ本当の話だね。小学校3年生の時の話なんですけど、僕実家がすごい田舎で、本当に田舎の中でも本当に田舎っていうぐらい、もう山の頂上に家があって、小学校に通うのに片道徒歩で2時間ぐらいかかってた、はい、すごいね、だからこう、まあ、往復4時間ぐらいなんで、よくあったのが、家が近い近所の親が帰り道歩いて帰ってたら、ちょうど通ってくるのが、乗って行きなよって言って、乗っけてくれて家のそばで降ろしてくれてっていうのが僕らの中で当たり前のことになってたんです、うん、でその日僕2つ上の兄貴5年生の兄貴と一緒に歩いて帰ってて、ちょっと競争しようぜっていう話になった、うん、家まで、うん、でバーッと走って帰ってて、兄貴がちょっとトイレに行っちゃったから、うん、俺がバーッと圧倒的なリードを取ったんですよ、何百メートル、うんうん、で今日勝ったと思ってたら車が1台僕の横バーッと通ったの、うん、だからその助手席から兄貴が手をバーッと言ってバイバイって言ったんですよ、うん、であ誰かに乗っけてもらったんだと思って、 うわーもう負けたと思って、家帰ったら多分兄貴が逆転勝ちみたいなのやってくるかなと思ったんですよ、で家に着いたら、うん、どっか遠くの方でピーってクラクション、うん、車のクラクションがピーってずっと鳴ってるんですよ、うん、もう途切れることなく、うん、でおかしいなと思ってたら、その10分後か15分後ぐらいにうちのおばあちゃんが血だらけの兄貴をおんぶして家に帰ってきて、と思って、おばあちゃんどうしたのって聞いたら、うん、いや今畑仕事してたと、うん、ただその畑のちょっと上のところ道路通ってるんですけど、そこのガードレール突き破って車が落ちてきた、でうわーと思って近づいたら、孫が血だらけになってるからおんぶして帰ってきたんだよって言って、ですぐ救急車呼んで病院に連れて行ったんですよ、まあ、ちょっとした怪我で済んだんですけど、何があったのって聞いたら、いやおっ
さんがなんか車急に止まって、うん、持っていけない、すごい知らない人だったんだけど、うん、なんか人の良さそうな人だから別に乗っちゃったと、うん、で車も乗ってる間もすごい楽しく会話して、うん、で家に近づいてきたから、じゃあここで降ろしてくださいって言ったら、うん、その瞬間からそのおっさんが全く喋んなくなって、うん、で車が止まるどころかアクセルグイーンと踏み込んで、その次のカーブでガシャーンってこれ落ちちゃった、うん、でたまたまそこにおばあちゃんがいたからすぐ助けに来て、うん、行ったんですけど、だからもう本当にあの兄貴が俺にこのバイバイって言ってたのが本当のバイバイになるところだったんですよ。いやいやいや、そこじゃなくて全然そこじゃない。いや、ちょっとわからないことがいっぱいあるの。誰だ。いや、知らない。おっさん、その人どうだったの。その人はだから、うん、誘拐兼無理心中みたいなことを企んでたの。企んでたんだと思うんですよ。え、誰かと一緒にっていうことで。そうだと思うんですよ。どうだったの、その人は。その人は助かって、もうそれ以降のことは親も俺たちに全く言わないからどうなったか知らないんですけど、はあ、いや、いや僕的には本当にだからそれよりもあのバイバイが本当にね、バイバイになるっていうところの方が、いや、そうなんですよ。あのバイバイどうでもええわだってあのアンリッシュのバイバイがこれもう一生の最後だったかもしれないです、俺の会話で、うんうん、とにかくもうバイバイ。いやいやいや、始まったばっかりですよ。はい、これ非常に短い話なんですけど、はい、3日前なんですけど、はい、あの夢で、あのおっさんとね、エッチする夢を見たんですよ。これね、普通見ます？男がおっさんとそんななる夢って見ます？ゾッとしてもうて。見たこともないおっさん。見たこともないおっさんなんですよ。はあ、果てたんですか、それで。果てたんですか。いや、だからしますね、それおかしい。いや、あのね、夢って、はい、経験にないものは見ないんです、はいはいはい、だから夢の中で死にかけるけど絶対死なないと、はい、それは死んだことがないからなんです。なるほどね。ああ、なるほどなと思うんですよ、はい、おっさんとやってるってことやってる。やったことはないんです。あの、私結構ちっちゃい頃から海に遊びに行く時ってこう砂浜より結構岩場の沖の方で遊ぶ、うん、15、6年前に千葉の海に泳ぎに行ったんですね。でその時も岩場でちょっと沖のところでわーなんて潜ったりして遊んでて、結構遊んだんで、じゃあそろそろ帰ろうと思って岸に向かってこう泳いだんですね。でしばらくして顔を上げたら景色が変わってないというか場所が変わってなかった、進んでなかった、はいはい、あれおかしいなと思って足バーッとバタバタしたり手をバーッて描いたりしてパッと見てもやっぱり動いてないんですよ、はい、でしばらくして気づいたんですけど、海の潮の流れでできた渦の真ん中に入っちゃったんですね、はい、なんであやばいやばいと思って岸にいる友達に助けてって言ったら、もうベタなんですけどこっちが手振ったと思ってあーちゃんなんて言って向こうがニコニコ手振ってて、で助けてあーちゃん助けてあーちゃんっていうのがずっと続いてたら、さすが向こうもちょっと変だぞって、 あれ溺れてんじゃないってなって、やっと近くにいた釣り船が助けに来てくれたんですよ、はいはい、その船がもうすぐそこに来た時に急に足にすごいしびれが来てビリビリビリ痛い痛い痛いってなって、海で見えないんですけどなんか大きいクラゲかなんかに刺されたのかと思って、あ怖い怖い怖い助けて助けてってちょっとパニックみたいになっちゃって、異変に気づいて釣り船さんもバーッと来てくれてバッと上げてくれたんですよ。でまあなんとか救ってもらったんですけど、あんだけしびれたからどんだけ足腫れてんだろうと思ってバッと見たら何にもなってないんですよ、うん、であれちょっとおかしいなって言ってたら船頭さんがどうしたのって聞くから、いやめちゃくちゃしびれてだからなんか大きいクラゲかなんか刺されたと思って見たら何ともなってないんですよね、うん、って言ったら船頭さんがすごい大きい声であっって言ったんですよ、うん、で何すかって聞いたら、その船についてるサメよけの電流のスイッチ入れっぱなしだったんですつもりがもうちょっとで殺されるところ。あの
誠二とババロゴロの竹中が昔一緒に住んでたんですよ、はい、洗濯機からなんか水漏れてるなおかしいなこれって言って電源入ってるまま竹中がガッて後ろを見ようと思ってバッてやったらそのまま電流うわーなって電流ってたらもう力がグワー入るんですって離れへんんですって、うわー言うてる中誠二がどうしてんだうわーって見て大丈夫かってうわー